ご視聴いただきありがとうございます。今回私たちはルシアン旧軽井沢というホテルに遊びに行ってきたので、今回はそのホテルの Vlog です。今回はもーちゃんのお誕生日旅行を兼ねての旅行だったんですけど、ルシアンさんってご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、口コミが本当に良くて、私たちはもともと泊まってみたいホテルだったので、すごく楽しみにしていた旅行でした。で、実際に泊まってみたら本当にいいホテルだったので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。もらったのにね、ワンちゃん用のお菓子がまた置いてあるよ。ワンちゃんのお水とワンちゃんのお菓子。降りれる。パパアイスキャンディー食べる？私も食べたい。室内ドッグランがめちゃくちゃ可愛い。お邪魔ろー。
くにしました。お肉だよ、もち。人間はバイキングです。あら、帰ろうか。帰りたくないね。